好屌！たどり着いてくれただと？まるでてめえが裏で糸を引いてたみたいな物言いだな。いやいや、裏で糸を引いてたのは俺じゃなくてイルマちゃんでしょ。だってこれもイルマちゃんが仕掛けた罠なんだからさ。そもそもこのトリックはイルマちゃんに地図を見せられた時から始まってたんだ。だってあの地図のせいで俺らは勘違いしちゃってたんだからね。あの世界は中央にマップ切り替えポイントを挟んで館と教会が遠くにある位置関係になってるって。でも実際の世界の構造はそうじゃなかった。あの世界は X 軸にしか壁がなくて、あやつはそんな世界の真ん中に、つまりあの地図を見せ、でもサイハラちゃんのおかげでその謎も解けた。さすがは俺らの救世主だよ。うん、サイハラ君がいなかったらこの謎は解けてなかったよ。刚才会吹了吧，我觉得你早就看出来了，所以我们的吉哥啊。そうじゃな、さすがはサイハラじゃ。サイハラ君、ありがとう。おかげで助かったよ。这就好像那个实力至上主义教师那个陆哥啊。啊，这个都是我们的枯北林一的功劳，你知道吗？把所有的功劳都推给他，其实他妈根本就不是，你知道吗？不是啊，不是啊，其实不是啊。でも、プログラム世界の真実が明らかになったくらいで、まだまだ気は抜けないよ。むしろ、クライマックスの犯人探しは、ここからなんだからさ。だって、すべてのトリックが解けたところで、犯人までたどり着けなかったら意味ないからね。学級裁判は、そういうゲームなんだよ。また、モノクマみたいなこと言ってるね。くっ、てめえが何を言おうと、俺は絶対そんな口車には乗らねえからな。俺はこいつらを信じる。そうやって、みんなで真相にたどり着いてやるぜ。にしし、どうなるか楽しみだね。休庭，这时候休庭，真的假的？好，看来还有一半的，现在跑了一半而已，现在跑了一半而已。现在几点？现在10:47啊，12点以前跑得完了，12点以前跑得完了。っていうかさ、え、そうそう、あ、うん、うん、まさか、うん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 、あれ、あ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 、啊！重启。啊！阿达曼嘎。伊那太郎。しかし、とても大切な人のことを忘れてる気がするのに、どうしても。看，这好像是哪一个作品呢？盖，我突然想不起来了，这哪个作品？感觉忘记了非常重要的人，可是无论怎么样都想不起来，这哪一个作品呢？我记得有一个作品是这个，是这个台词，突然想不起来。啊，頭が、頭が痛くて思い出せない。啊，君の名前は是不是？啊、你的名字的啊，君の名前は是吗？不是吧？忘れたなら、もう忘れたままでもいい。これからは新しい見つかったを探しましょうよ。ほら。お腹の子もパパに会えるの楽しみにしてるのよ。パパ、え、オイラが父親に。
是你的名字吗？干，我觉得有更早的耶。今世紀最大の強烈な死亡フラグじゃな。これで死ななかったら逆に驚きじゃぞ。そんなことより、イルマが企んでた計画は、それを突き止めるためにはまずイルマちゃんの行動を把握した。というわけで、まずはプログラム世界における被害者の行動が重要なのはわかるが、てめえがそれを仕切るのはムカつくぜ。イルマちゃんはプログラム世界を改ざんして、それを利用した殺人を企んでいたわけだけど、勝手に始めてんじゃ。もしその計画が成功していれば、教会から壁をすり抜けて館に来たイルマちゃんに乗って、しかもその殺人は現実世界で行われたと見せかけられ、一方イルマさんは現実世界の容疑に関してはログイン中だったというアリバイ、プログラム世界の容疑に関して橋が落ちて教会から館に行けなかったって言い分だよね。おお、橋をわざと落として自分が設置した壁をこっそり通り抜け、俺との待ち合わせ場所である館の屋上へと向かったんだ。なあ、モータちゃんがログアウトさせられたのはきっとこの辺りのタイミングだろうね。それか、私がイルマさんを目撃したのもね。じゃあ、不就吉哥之后可能吉哥杀人吗？問題はそれ以降のあいつの足取りだ。まだどこで殺されたのか分かってねえのよ。吉哥就是唯一的凶手啦，其他人说不过去啊。但是就你知道吗？凶手就只会是这一边的人，你懂吗？凶手只会是这一边的人，但是他却死在教堂那一侧，我觉得超奇怪。殺されたのは屋上でしょ？オーマが言ってたじゃん。屋上は。もしかしてその時に。きっとそうだろうね。屋上に鍵をかけたのは。そうだね、イルマさんじゃないと思うよ。だってもし彼女が鍵をかけるとしたら、自分が呼んだオーマくんが屋上に来た時だと思う。違う人が入ってきたところで、後でオーマくんが来るのは分かっていたわけだから、鍵をかけても。あやつは頭。そんなに悪く言わないであげてよ。悪いのはイルマさんじゃなくてこの殺し合いの方なんだからさ。干都你在说。彼女はそこまで悪い人じゃなかったよ。別の形で出会っていたら友達になれたと思うんだ。不会你是凶手吧？干。それはちょっと難しいの。さすがに無理。お互いに無理。あれ？とりあえず推理を進めましょうか。イルマさんの殺害現場が館の屋上だとすると。不太可能是自杀，这个不太可能是自杀。犯人はイルマさんを館の屋上で殺した後。となると次に考えなきゃならねえのはその運搬方法か。其实我觉得怎么讲，他杀完人之后，只要借由那个杀完人，只要借由那个卫生纸下来之后呢？把他往墙壁丢，应该就可以穿越到教堂那边去了。然后因为他丢过去嘛，人物撞到教堂，所以砰很大声。あの世界の真の構造によると、館と教会はかなり近い位置にあることになるが、問題はそあれはじゃあ犯人はイルマのアバターだけを。けど犯人はどうやってイルマのアバターだけを壁の向こうに送ったんだ？还是有可能那个借由开不是有个板子吗？借由那个板子搭着那个河流过去。那因为你人在板子上，它会视为一个承载的物体，就好像我们以前游戏一样嘛。就是说你今天在船上的时候，你的物体是会被判定为你是一个船，所以你就可以过那个墙。哦，我是不知道啦，这是我自己猜测啦。就是根据我以前的游戏经验。まさかぶん投げるわけにもいかねえし。ゴンタは投げてないよ。わかってる。没有人说你啦。アバターは身体能力が平均化されてたから、
ゴン太くんでも無理だからね。身体能力が…それは困るよ。お主はいつになったら理解するんじゃ。もう裁判も後半戦じゃぞ。一刚开场就说我们能力都被平均化了，然后他就说哦，这样不行哦，不能保护大家。然后他现在说哦，这样不行哦，不能保护大家。干妈真的是，这应该是 IE 吧，就是那种反应非常慢，可能别人都已经跑到那个，这个灵泉被换下来了，他可能还说啊，我们的苏家犬，不是苏家犬，那叫什么名字啊？可恶，我们的赖清德还在当台南市长的那种感觉。イルマちゃんのアバターだけを壁の向こうに送った方法か。もしかしてあれが関係しているのかな。あの音を聞いたからキーボーたちは教会の横に行ったんだよね。で、そこで動かなく、だとすると彼女のアバターが教会の横にあったこと。答案绝对不是这个，应该是那个架高板。架高板。しまった。架高板，架高板。虚拟分身也有可能啊，但是架高板我觉得也不太可能，因为现在根本还没提到架高板，所以我觉得三不会是，我就应该选四，因为架高板还没被提到啊，所以一定是这个。そうだ。就这游戏它就是要让你。这游戏要让你就是你不能跳跃式的思考，你要跟他们一样飞，要很蠢，就是要那种逐步推理，你知道，要很蠢，你不能跳跃性思考，这个小高是不允许你这么做的。教会の横にはハンマーや携帯電話やスノコもあったけど。あれだけの音を出すにはどれも軽すぎる。包场喽！包场喽！包场喽！啊！包场喽！だとすると、イルマさんのアバターが教会の壁にぶつかった音だとしか考えられないよ。となるとイルマのアバターはよほどの勢いで教会の壁にぶつかったんじゃろうな。あの時は衝突の衝撃が教会の中まで伝わるほどだったからな。哦，你说那个铁锤跟那个架高板都是喷装喷出来的，喷装高飞。そう、本当の問題はそこなんだ。イルマちゃんのアバターは相当な勢いで教会の壁に激突したはずなんだけど、どうしてそんな勢いで教会の壁に激突したんだと思う？ちょっと待てよ、オーマ。さっきからてめえの口ぶりはなんだ？何もかも知ってるみてえなその口ぶりは一体どういうことだ？今はそんなことを気にしてる場合じゃないよ。それより早く謎を解こうよ。仲間割れなんて時間がもったいないよ。時間が問題ないよ。誰が仲間だって。とりあえずその話はこの問題を片付けてからにしない？イルマさんのアバターを勢いよく教会の。冲吧！巴拉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 ！冲吧！巴拉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 灵光乍现。あの館って丘の上に立っていることもあって、犯行現場の屋上はそれなりの高さがあったよね。结果呢？你知道吗？他是用这个滑雪板这样子冲过去，你知道吗？你知道吗？不是我刚才想到那个河流，是用这个雪板
直接沿着这个屋顶这样滑过去，你知道吗？それに屋上のレンその斜面は壁側にも向かっていて、干吉哥你是凶手吧？そんな屋上から勢いをつけて。看，我觉得吉哥都知道哎。获得银白黑白熊，耶、yeah ！滑溜滑梯是不是？そうだ。犯人はあの急斜面の屋根を使って滑り台の要領でユルマさんを滑らせたんだ。滑り台？いや、いくら急斜面に雪っつってもそんなに勢いよく滑るとは。うん、滑るよ。でもアバターにも勝っだったら。いやいや、滑るよ。滑らねえよ。春巻の言う通りだ。我知道他在说那个仓库，顶楼不是有个仓库吗？他说那是少一个东西嘛，少一个那个架高板。对，所以有人从仓库拿了架高板，然后把尸体放在架高板上面，然后把它滑下去。对对对对对。滑るってシュウマイの言う通りだよ。誰だよシュウマイって。超人拳法の使い手の弟子って、ごめん。架高板当成那个这个教堂阿巴达的斜面を滑った。这个。そんなに勢いよく滑るの？だから滑るって。あれだけの音とないと。かなりの勢いだったはずじゃと。屋根は雪が積もってただけで凍ってたわけじゃないで。でも滑るって。花钱アバターを乗せて滑らせる道具ならあったよ。ほら、イルマさんのアバターのそばにスノコが落ちていたでしょ。犯人は彼女のアバターをあれに乗せて屋根の斜面をソリのように滑らせたんだよ。実際、僕が最初に屋上の物置を見たとき、あそこにはスノコがあったんだけど、事件の後に調べたとき、屋上から消えたぞ。あったらもう間違いねえじゃねえか。ピンポン、正解だよ。ピンポン、正解だよ。犯人は屋上でイルマちゃんを殺した後、動かなくなった彼女をスノコに乗せて。这也太拟真了吧！这直接就现场还原的。屋根の急斜面をそり、そしてスピードに乗ったイルマさんのアバターは屋根から飛び出して、人属性以外は通り抜けられる壁。喷装了，喷装了，喷装了。ハンマーや携帯電話が散乱したのだ。ぶつかって所持品が飛び散るなんて、どっかのゲームのハリネズミみたいだね。あ、不是某个游戏刺猬一样、他说的就是那个音速小子、你知道吗？に、憎い。あいつの長年にわたる世界的名声が憎い。小高是不是很讨厌音速小子啊？是不是 Sonic 没有给他太多钱？お母ちゃん、やる気を出したのはいいけど。そんなにヘイトをまき散らしたらダメよ。もう黑別人ね。
これからは当たる。そうそう、お父ちゃんはもうすぐおじいちゃんになるんだからさ。さて、これで死体運搬方法も明らかになったし、犯人まであと一歩だね。看ソニー跟小高应该是有那个不解之缘的。どうさいはらちゃん、そろそろ犯人の目星はついたかな。そうだよ。でもゴンタは信じられないよ。ですが容疑者はかなり絞られています。犯行現場が館の屋上ということは、イルマさんはともかく教会となると、容疑者は桃田ちゃんと白金ちゃんと西原ちゃんとゴンタ。こっそり自分を抜いてるんじゃねえよ。にしし、バレた。那个人为什么要说谎？就是我们的那个吉哥为什么要说谎？吉哥为什么要说谎？好了，吉哥你为啥说谎？吉哥快说为什么要说谎？君だ。大間くん、君に確認しておきたいことがあるんだ。ん？確認って？さっき君はどうしてあんな嘘をついたの？西原ちゃんが言ってるのってどの嘘？俺嘘をつきすぎて忘れちゃったみたいだよ。だったら教えるよ。僕が言っている君の嘘は？え？阿杰结束了，等一下我看一下。当天上就大概隔天下午会上传这样。OK， 就是说你没补到的，那你哦好，不管他好。あの時のあの発言だ。又来了，这次有四个颜色。这我觉得好难啊，超难，四个颜色超难的。说的谎是什么？哦，干，好难哦！这个谎是这个谎啊！没有，应该这个，一定是那样。凶手在那里上手的地方上，这个说谎。来看啊，不是这个哦，抱歉，是这个。Sorry。君は屋上に鍵がかかっていたことを説明するとき、こう言ってたよね。それなのに、君はさっき屋上の話になったとき、やけに詳しく屋上のことを知っていたよね。おー、いやそうだ。なんでそんなに詳しく知って。屋根が急斜面になってることくらいは館の外からでも見えるだろうけど、レンガ作りの手すりに関しては屋上に行かない限りはわからないはずだけど。あや、吉哥、吉哥、吉哥。哦，安安啊，真奶，安安安安安安。这样 ，A 卷那边结束了，是不是？
好哦。あれ？あれれ？あれれ？オーマくん、どういうこと？あなたは本当は屋上に行ったんじゃないの？勘違い。だから言ってないって。さっきからそう言ってるじゃん。明らかに動揺してるよね。この反応は嘘ではないんですよね。でもさ、俺が屋上に行ってた根拠なんてどこにもないじゃん。あ、思い出した。俺は夢乃ちゃんが言ってたのを聞いただけなんだよ。啊！整场没有讲话都被 Q 了，你知道？整场都没有讲话都被 Q 了，你知道？莫名其妙。裁判の序盤に手すりはレンガ作りだって言ったでしょ？俺はそれを覚えてただけなんだよ。おお。もう夢乃ちゃんはうっかりさんだな。気をつけてよ。でも。夢乃さんってそんなこと言ってたっけ？言ったよ。言ったに決まってんじゃん。いや、言ってねえだろ。言ったって。言ってねえって。言ったんだって。あったらいつだ。何時何分何秒地球が何回回った時だ。あはは、低レベルな争いだね。おじいちゃん止めてよ。こんな醜い争いはお腹の子に悪影響だわ。如此丑陋的挣扎对肚子里的小孩不好。おじいちゃん、孫が生まれる前に止めて。俺は絶対に譲らないよ。だって本当に夢乃ちゃんが言ったんだもん。すげえ野郎だな。それいつまで続けるの？俺は屋上なんか行ってないって。嘘ばっかついてんじゃねえ。嘘じゃないって。屋上は鍵がかかってて入れなかったんだよ。じゃあ大間くんはその後どうする？もちろんすぐに引き返して、あとはずっとサロンにいたよ。嘘つか地獄に落ちるんだぞ。お前目を触ったわ。嘘ついたら魔法で入る。再次没有射到，撑过去，他撑过他的巴巴，你知道那个缝隙，就撑过去干，这样也可以，这样也可以射歪吗？太扯了。俺は屋上ができないって。嘘ばっかついてんじゃねえ。嘘じゃないって。目標は鍵かかってて入れなかったんだよ。じゃあ大間君はその後どうする？もちろんすぐに引き返して。あとはずっとサロンにいたよ。これで真実を暴く。あ、这就厉害啦。オーマ君、やっぱり君は嘘をついているね。え？何が？僕は事件が発覚する直前、君の様子を見にサロンに行ってるんだ。でもそこに君の姿はなかったよ。え、本当に？しかも。その後もしばらくそこで待っていたけど、君は戻ってこなかった。没有没有，他刚才是一直的呢，一直待在沙龙。但是那个一，他是只有真的只有一撇，一个点可以射，很难真的。假设说你今天没有 V 的话，其实随便射一个大的目标就可以。但是要射那个点，其实还蛮难的。オーマ、どういうことだ？就很像你吃鸡要打别人头一样那种感觉。屋上に鍵がかかってるのを確認したらすぐ。そっか、犀原ちゃんはそんな卑怯な手も使ってくるんだね。で、みんなはどっちを信じるの？今の犀原ちゃんの言い分と俺の言い分のさ。んなもん、周一を信じるに決まってんだろ。 100% 犀原君を信じます。あんたと比べたら誰でもそうなる。ピンゲン、犀原にスーパーひとし、いや、スーパーひみこちゃん人形じゃ。
这五等奖是早期的那个五等奖。でもな、厨房を調べてた西原くんがサロンに行くには、私がいた食堂を通らないといけないはずだよね。どうして私は西原くんが通ったことに気づかなかったんだろう。你不要你的配合我说谎吗？你为啥戳破我的谎言？干！だけど、猪队友，西原くんを信じることにする。猪队友。今までのこともあるしね。ごめん、ゴンタ。そうだ。来。せめてゴンタにだけは。自業自得だ。今まで嘘で俺らを振り回してきたんだからな。でも、どうして君らはそんなに嘘が嫌いなの？为什么大家那么讨厌说谎呢？たった一つしかない真実と違って、谎言无嘘には無限の可能性があるんだよ。哇，哎，这个理论我好喜欢哦。真相只有一个，但是谎言有无限多种可能性，所以比较好玩。干，这个是在打脸柯南，对不对？柯南，你的脸有点肿肿的啊。中には人を傷つけないための嘘や人に優しくしたいための嘘だってある。明明也为了不想伤害别人的谎言，或是为了别人着想的谎言，就好像今天怎么样呢？我是这样的啦，就是我们这种菜鸟嘛，进到公司啊，然后那些年轻的美眉们就会问我说：“哎，次郎啊，你觉得我看起来像几岁啊？”干，这时候我不能回答说：“我觉得你像28岁、29岁。”不行，你这样他会生气说：“干妈，我这么老吗？”那我跟他说啊，你大概是19、20吧，大学一毕业就进来了。他说啊，卖骗笑啊，你这拍马屁也拍的有点，就是你知道，不要那么不切实际嘛，你知道这很麻烦的。所以我们只好说啊，我真的也不知道啦。可是我觉得可能你比我再年轻一点点，大概跟我一样年纪吧。然后就笑呵呵的说个谎言，但是我觉得我心里想的是说啊，这个大概是妈27、28的老太婆啊，不是老太婆啦，就是。开始有点年纪的女人，那就是这就是叫做为别人着想，不想伤害别人的谎言啊！这个说的非常的好啊。嘘って分かっただけで、そのすべてを否定するなんて。干他妈体力回满，等一下，先进个场，等一下，体力回满了，等一下，等一下，我先这个比较重要啊，这个比较重要。切身经验啊，干。刚入职场就被职场霸凌，你们都不懂。我们这些新人都要被职场霸凌。先让我进一个回合啊，试试体力啊。现在几分？16分。我想说52分来一个神抽。我这边刚好有一张呼符，可以抽一个未知少女 X 回家，信不信？单抽就抽回家，单抽就把它抽回家。啊，先不管了，先让我进场一下。好，进场 ，OK， 好，开始。みんな、嘘に騙されるのが下手だよね。下手だよね。いいからさっさと吐き上がれ。てめえは屋上に行ったんだろ。そこでイルマと会ったんじゃないの？いや、会っているだけではなく、お主がイルマを。いいよ。そんなに真実が知りたいなら教えてあげる。仕返しの意味でもね。仕返し？嘘つきの俺に嘘をつくなんていい度胸してるよね。悔しいから俺も西原ちゃんの邪魔してやろうっと。もう推理も謎解きもさせないもんね。は？は？というわけで、今から俺の罪を全て告白するから、ちゃんと聞いててね。罪を告白って。自白ってことか。やっぱてめえがやったんだな。あのね、俺がこの計画を思いついたのは、イルマちゃんから待ち合わせの話をされた時なんだ。やけに彼女が熱心に誘うもんだから、ちょっと情報を引き出してみたんだけど、そうしたら彼女はみんなより一足先に俺にプログラム世界の説明をしてくれたよ。俺はそれを聞いて気づいたんだ。彼女が殺人の計画を企んでるってことにね。しかも俺を狙っているってこともね。で、彼女に内緒でプログラム世界のことを調べてみると、すぐにショック死の件が分かった。となると、彼女は間違いなくそれを利用した殺人を企んでいるはず。
だから俺はそんな彼女の計画を利用する形で犯行に及ぶことにしたんだよ。そのために俺は彼女に協力するふりをしてみんなをプログラム世界におびき寄せたんだ。モノクマと手を組んだのもそれが理由だよ。それじゃあモノクマと手を組んだ。ああバラしちゃったか。うん、その通りなんだよね。大間くんが殺し合いを盛り上げてくれるって言うから、その交換条件として僕はあの殺し合いシミュレーターの中に動機を置いてきてあげたんだよ。は？動機を置いてきたって、じゃああの外の世界の秘密って動機のことだったのか。そんなのずるいよ。モノクマが誰か一人に肩入れするなんて。肩入れしたわけじゃないよ。殺人に有利になるような手伝いをしたわけでもないしね。彼が殺し合いの展開についての提案をしてきて、僕はそれを受け入れただけ。何もルール違反はしていません。おお。僕とオーマ。ふざけんな。どう考えたっててめえらグルじゃねえか。所以那个什么外面世界的秘密都是一个动机而已，等于说是假的。哦。まあまあ。モノクマと俺の関係は後で話すとして、先に俺の自白を終わらせてもいい？いいけど、やけにあっさり自白するんだね。しし謎解きの邪魔をしてゲームの達成感をなくしてやるって言ったでしょ。ゲームに勝てないならつまらなくしてやるのがせめてもの仕返しだからね。というわけで犯人はゴントだよ。真的假的？虽然我有怀疑过全太，但是全太没有杀人的动机啊。哎哎，哈哈，那だと？待って、コンタはいつイルマさんを殺しちゃったの？違うよ、殺してないから。今のは大間くんの嘘だから。次はゴンタを利用する気か。我觉得还是太混乱了。けど今さらそんな苦し紛れの言い訳が通用すると思ったか。そうじゃ、ゴンタにこの難解な犯行は不可能じゃ。あやつがそこまで賢いわけが。そこで俺の出番ってわけだよ。哎呦呦，这也可以反驳。他没那么聪明，他反驳了。他很聪明是不是？啊？実は俺とゴンタは組んでたんだ。この殺し合い学園生活を終わらせるために。わ、靠！殺し合いバスターズをね。殺し合いバスターズ。俺ら二人でこの殺し合いに勝って殺し合いを終わらせようとしたんだ。二人で？ちなみに俺が殺人計画を考えて、ゴンタがそれを実行するって役割分担だったんだ。ゴンタが実行？さっきからゴンタが一番驚いてるじゃねえか。全体で平和を三小全然知らない話だから。もう嘘ついてないで正直に言いなよ。ゴンタ君は正直に言ってるよ。あなたみたいに平気で嘘をつく人じゃないんだから。それにいくらゴンタ君が騙されやすいからって、さすがにもう大間君と組むとは思えません。昆虫でナゴモウ会の件でもうコリゴリだよ。はん、そいつの魂胆なんて見えすいてるぜ。プログラム世界のことを理解できてねゴンタなら簡単に、つまりそいつはゴンタを利用して罪を逃れようとしてるだけだ。うわぁ、卑怯なやつじゃゴンタ。ごめん、そうだね、ゴンタにはひどいことをしちゃったね。かい、そういう例とは怎样。サイファラちゃんに活躍させるのが嫌ってだけで、勝手に裏切って真相をバラしちゃうなんてさ。我讨厌看小正元一个人出门哦，就擅自背叛全太，直接戳破真相。いい加減にしろ。そんな手は通じねえって言ってんだろ。でも、俺が計画を立ててゴンタがそれを実行したなら、一連の犯行は可能だと思わない？可能かどうかの問題じゃねえ。そんなのありえねえって言ってんだ。いや、可能かどうかだよ。学級裁判に余計な感情なんていらないからね。
必要なのは論理的な思考だけ。そうだよね、サイハラちゃん。え、急我干嘛。あのさ、よく分かってないんだけど、これだけは言わせてほしいんだ。ゴンタ、イルマさんを殺してなんかいないよ。本当に何も知らないんだ。ハラ、それにゴンタは嘘をついてみんなを困らせたりしない。ハラ、你太纯真了。我看过那么纯真的，没带这种巨人都真的很纯真的。そんなの紳士のすることじゃない。だからゴンタは絶対に犯人じゃないんだ。ああ、てめえが嘘なんてついてねえことくらい、てめえのうちの魔法でも確認済みじゃ。ゴンタは嘘は言っておらん。だったら聞くけどさ、ゴンタじゃないなら犯人って誰なの。だからてめえだろ。嫌だな、俺がイルマちゃんを殺せないのは証明済みじゃん。証明済み。あれ、忘れちゃったの。だったらもう一度はっきりさせておこうか。俺が犯人じゃないってことをね。わっさ、俺が犯人じゃないってことはすでに証明済みだったよね。お前ら心理分析だ。ヒントはイルマちゃんの殺害方法だよ。首を絞められて殺されたんだよね。トイレットペーパーを凶器にな。首を絞められたイルマちゃんは抵抗するよね。だったら俺に締め続けるのは不可能だよ。他ダメポンダアバターの身体能力のことを言ってんのか。他ダメポンダなもん、後ろから締めればいいだけだ。それなら抵抗されたとしても彼女の手が犯人の体に触れる程度。大した抵抗にはならねえから構わず締め続けることができた。ビールポー、それは違うぞ。これは違うぞ。確かに大間くんにはイルマさんの首を絞めて殺すのは無理かもしれない。無理ってなんでだよ。イルマちゃんは殺す標的である俺が抵抗しないように俺のアバターにある設定を追加してたんだよ。イルマちゃんに触れられると行動不能になるって設定をね。あ？だから刺殺とか撲殺とか一瞬で型がつくような殺しならまだしも。这超可爱的，干这好可爱啊！干好可爱啊！蜘蛛人的嘞。考察なんて時間のかかる殺し方は俺には無理なんだよ。だって触れられるだけで失敗なんだからさ。なんじゃと？けどトイレットペーパーで首を絞めたなら直接は手を触れねえで済むはずだ。でも彼女の首にトイレットペーパーを巻くときも抵抗されたときも触れられたらダメなんでしょ。だったらさすがに無理だね。というわけでイルマちゃんの死因が考察である以上俺に犯行は不可能なのでした。待て、だったら考察じゃなくて何か別の方法で。法律脱罪。イルマは考察で間違いない。それについては散々話し合ったでしょ。にしし、桃太ちゃんはどうしても俺を犯人に仕立て上げたいみたいだけどさ。君がいくらわめこうとも真実は変わらないよ。だって真実はたった一つしかないんだからね。イルマちゃんを殺した犯人は極原ゴンタなんだ。それがみんなが大好きな真実なんだよ。干好強啊，超強的。違うよ。ゴンタはイルマさんを殺してなんかない。本当なんだ。みんな信じてよ。ゴンタは誰かを傷つけたりしないって。分かってるよ。ゴンタ君はずっとみんなを守るために体を張ろうとしてくれてたもんね。そんな人が殺すはずないよ。ゴンタ君は虫も殺せないような人なんだからさ。うちもゴンタを信じるぞ。もうオーマの嘘には騙されん。当たり前だ。
誰があんな嘘つきの言うことを信じるかってんだ、我觉得白田他有口疾哦，我觉得他有点问题，我觉得白田他嘴巴盖讲话有点，就是如果说声优是为了表现出这种角色的焦虑，角色的那种踌躇，哎，好像那哎，竟然没有人指我，当然了，谁相信我骗子啊？ゴンタが犯人なんて嘘っぱちだ。そんなもん話を勝つすらね。白田。そうだろう、修一。おめえもそう思うよな。我不这么想哦，你被我论破了三次，我觉得你很有问题哦。え？信じるか信じないかはもちろん大事だけど、でも僕が超高校級の探偵として思うのは、今回は。それだけじゃ勝てないと思う。何か釈然としないんだ。違和感っていうか、モヤモヤするっていうか、このままじゃダメだって気がするんだ。だからせめて話し合いだけはするべきだと思う。ゴンタを疑えってことか。不不不、お怀疑です你。残念だったね、桃太ちゃん。西原ちゃんは俺の意見に賛成みたいだよ。違う、僕は別に。だけど皮肉だよね。西原ちゃんが探偵として立ち直れたのは桃田ちゃんのおかげだっていうのに、そのせいで西原ちゃんは探偵として疑う気持ちを強くしちゃったんだからさ。そういえまあ仕方がないよね、それが探偵だからね。哇你懂吗？你可以把这个套用一下。唉，明明我们奶哥对不对能红都是靠我们的曾国城，结果呢却因为奶哥的这个加拿大的这种我们叫做长者的身份，变得开始妄自菲薄。哎，算了，这也是没办法嘛，这样才叫敬老尊贤嘛，对不对？你这样套用一下，这种概念置换一下，就等于我们现在台湾的这个现实了。哇操啊，哇太屌了。だから違うって言ってるだろ。僕はみんなが生き残るために。西原君、本当に違うんだよ。ゴンタは犯人なんかじゃないんだよ。お願いだから信じてよ。他快哭了。話し合いだけはしておきましょう。え？あくまで確認のた、ゴンタ君に犯行が可能だったかどうかはちゃんと話し合っておくべきだと思います。我才不要泼文酸奶哥咧，干。合理的な判断を下すためにも必要です。てめえらなんでわからねえんだ。それがオーマの狙いなんだぞ。こいつはそうやって仲間割れをさせようとしてるだけだ。周一、てめえも目を覚ましやがれ。だけど真実は二つに一つ。ヒートアップしてるところ悪いんだけど、どうやら意見がパックリと割れているようなの。おまつさんでした。お待ちかねの変形裁判長の出番です。またあれをやるの。シュイチ、どうしてだ。てめえは俺の助手だろうが。不是啊，我不是你的助手啊。桃田くん、你们自以为是欸。来，我跟吉哥是同一边的，我觉得。噔噔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 。周一、てめえはゴンタが犯人だっつうのか。僕が犯人かは分からないけど、可能性は切り捨てられない。ゴンタ君は虫も殺せないような優しい人なんだよ。オーマ君、あんなに優しい人がまさかってよく聞く話だよね。そもそも極原は誰にも見つからず屋上に行けるの。キーボ君、館の外と屋上の間には玄関ホールしかありませんからね。玄関ホールにだって人がいたはずだろ。僕が
いや、玄関ホールは誰も担当していなかったんだ。オーマ、モノクマと協力してること。キーボ君、オーマ君のアバターに特殊設定があった以上は。あー、選択は今選択白全部嘘に決まっておる。ギルマを殺した僕が。イルマさんの殺害がゴンタ君に可能だったのも事実なんだ。ゴンタはイルマさんを殺してなんかない。信じてよ。僕がイルマさんの殺害がゴンタ君に可能だったのも事実なんだ。オーマ、モノクマと協力してるこ。ソーチ、てめえはゴンタが犯人だっつうのか。僕が犯人かはわからないけど。体が切れてる。ゴンタ君は虫も殺せないよ。オーマ、そんな優しい人が僕だってよく知る可能性ね。そもそも僕キーボク、館のことと屋上の間には玄関ホールしかありませんからね。玄関ホールにだって人が。僕が玄関ホールは誰も担当していなかったんだ。オーマ、モノクマ、僕がモノクマが一時的に教育しようと間違って全部嘘。キーボク、オーマ君のアバターに特殊設定があった以上は不可能です。ゴンタはイルマ、僕がイルマさんの殺害がゴンタ君に可能だったのも事実なんだ。あら、やぞ、よくはな。これが俺たちの答えだ。哇，三个人，哇哇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 哇！我觉得这三个人是智商担当，你知道吗？我们的寄望，我们的小吉跟我，我们三个智商担当，其他三个都是啊，该死该死。おかしいよ。西原君はゴンタ君よりもオーマ君の言うことを信じるの？是哦，是哦。違う。僕はただ真実を見つけたいだけだ。今残っているみんなで生き残るためにも本当の真実を見つけたいだけなんだ。由我们的橙橙队画上啊。でも本当なんだよ。ゴンタは本当に犯人なんかじゃないんだよ。やはりうちにはゴンタが嘘をついているようには思えんぞ。でも前にも言ったよね。嘘つきをあぶり出すには精神的に追い詰めないとダメだって。为了逼出骗子必须在精神面也将他逼到绝境。哇操，连这个理论都出来了。我也是，好吧，我服你了，真的是。水喷出来了。等一下等一下，甘霖老师，哦，不要喷到处都是哦，真是干射出来了。等一下，射出来了。好。そうしてこそ初めて嘘のベールに隠された本性が姿を見せるんだって。だから、俺は心を鬼にしてゴンタを責めるんだ。没有，我很喜欢小吉哥，真的。分かったらゴンタもちゃんとやれよ。真相にたどり着くように論理的な反論をしろよ。干嘛嘴論理的って頭を使ってちゃんと反論しろってことだよ。可是他没有脑袋啊。頭を使ってって言われてもだからお前が犯人じゃないならその根拠なり理由を論理的に話せって言ってるんだよ。だけどゴンタは本当に何もわからなくて。干，这全太真的是不讨喜。原因在于说，就是妈啊，我什么都不知道啊，我就真的，你知道没不会思考。这种人就是，你知道已经自我放弃了，你知道。わからないってのは聞き飽きたんだよ。どうしてお前はそんなにバカなんだ。バカな。ゴンタはただみんなを助けたいだけなんだ。それが本物の紳士のすることだから。何が本物の紳士だ。お前は本物のバカだよ。待てい、そんなのはただのいじめじゃん。いじめ？それがどうしたの？这本就是霸凌游戏啊。これって元からそういうゲームだよね。这本就是霸凌游戏啊。今まで寄ってたかって人を追い詰めてたくせに、急に善人面するの？干得好屌啊！我觉得他说的每一句话，我觉得就是你会让你没办法反驳，你知道？他说的就是正论，你知道？いや、うちは寄ってたかってなど。ゴンタさっさと反論しろよ。言い逃れでも言い訳でも何でもしてみろよ。もうやめろ。あ、やめろって何よ。まさかこのゲームをやめろってこと。
ねえ、それがどういう意味か桃田ちゃんにはわからないわけじゃないよね。ああ、分かってるぜ。けどそれが何だっつんだ。俺はてめえみてえに胸くそ悪い真似までして生き残りてえとは思わねえんだよ。へえ、そんなこと言っちゃうんだ。だったら勝手にどっかで死んでればいいだろう。俺らが生き残ろうとする邪魔をするな。いい加減にしなよ。それ以上騒ぐとあんたが死ぬことになるよ。ダメです、春川さん、落ち着いてください。ごめん、こんな雰囲気になってるのって全部ゴン太のせいだよね。でも本当なんだよ、ゴン太は本当に犯人じゃないんだよ。だってゴン太は何も知らないんだ。本当に何もわからないんだよ。だからいい加減にしろって。お前はさっきからずっとそればっかりじゃないか。看这个，这到底怎么配音配出来的？你自己有实过实际配音过就知道，干真的要配出这种情绪的那种台词，超级有难度。我真的觉得佩服，声优真的是怪物。いい加減にするのはあなたの方だよ。全太爷梦做梦睡了，不知道发生什么事。全太不知道，醒过来的时候就事情就发生了。他每个都不知道，怎么会发生这种事？为什么陆天堂会被人杀掉？全太不知道，什么也不知道。因为我也不知情，什么都不知道。什么时候开始这么说的？从城市世界登出后，そうだ。这么说啊？もしかしたら、ゴン太くんはあのプログラム世界で何らかの異変に襲われていたのかもしれない。異変？这个虚拟分身发生的错误。これだ。僕らがプログラム世界にログインしていた時、アバターに関するエラーが起きていたらしいんだ。誰かのアバターにエラーが。ゴン太くんはあのプログラム世界から出た後、何も知らない、わからないというようになった。それはゴン太くんがあのプログラム世界のことをよく分かってないからでしょ。僕もそう思ってたけど、本当はアバターのエラーが原因なのかもしれない。どういうこと？记忆丧失，记忆丧失，记忆……哎，不对，为什么？干？哈？不是哦，丧失记忆哦哦丧失记忆，丧失记忆，丧……干，记忆丧失跟丧失记忆不是一样吗？妈的，智障！丧失记忆失在哪里啊？失在哪里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 ？好像吃鸡，干你老婆，不是鸡，干鸡蛋，鸡啦鸡啦鸡啦鸡鸡鸡鸡在哪里？鸡鸡一，ひらめいた。もしかしてゴン太くんってプログラム世界で起きたことを覚えてないんじゃない？え？
覚えてねえ。我觉得如果要我翻译，一定是翻记忆丧失啊。丧失记忆，我觉得反正两个念起来是一样啦。但是如果是日文的话就会很奇怪了，所以就会变成 Kyoku ga oboe nai 之类的东西。君が何も知らないっていうようになったのは、あのプログラム世界を出てからだった。日文顺序应该记忆上应该是 Kyoku ga useru。その原因は君のアバターに記憶に関するエラーが出ていたせいかもしれない。ああ、そのせいでプログラム世界で起きたことを何も覚えてないんだね。自分がイルマちゃんを殺したことさえも。有这种操作？ふざけんな！そんなバカな話があるかよ！か、けいちゃんが。そうだよ！そんなの絶対におかしいって！何が記憶がねえだ！単にこいつが混乱してただけだろ！ゴン太くんはコンピューターが苦手だって言ってたし、きっとそのせいなんだよ！記憶があってもなくても、ゴン太は誰かを傷つけ、三人ゴン太は犯人じゃない！三个都说不是凶手，我好像再错一次就要死掉嘞，我不能答错，我这一条命了。今度は誰かを傷つけたりしない。今度は何も覚えてない。みんなを助けたいから。やったけど。ゴン太くんが仲間を殺すはずない。もしエラーが真実としてみんなを守りたいんだ。守りたいなら嘘つくなよ。聞こえた？没有没有，我不会答错，我不会答错，我现在每题都答对的，我不会答错。いや、ゴン太くんのアバターだけにエラーが出たのには理由があるんだ。プログラム世界にログインするため頭にかぶる装置、あれに接続。あの時ゴン太くんは接続するコードを間違えて、そのせいでエラーが起こったんじゃないかな。意識と記憶のコードを間違えたなら記憶に関するエラーが起きてもおかしくないね。例えばアバターの時に得た記憶を現実世界に引き継げなくなるエラーとかさ。おお。何だと？ゴン太くんどうですか？コードの接続を間違えた可能性はありますか？白痴、人家都不知道，你还一直问他，当然不知道啊。急に言われてもすぐには思い出せないけど。間違えるはずがない。うちが何度も注意を促したはずじゃ。右はお箸を持つ方の手じゃとな。他是左撇子啊。あ、ゴン太、お箸だけはこっちの手で持つんだ。看他是左撇子啊。え、そっちは左手じゃぞ。干，真是智障，低能，这角色真的是低能。これで決まりみたいだね。決まりってな、ゴン太くん、違うよね。プログラム世界のことを覚えてないわけないよね。覚えてないっていうか、そもそもゴン太はその。プログラム世界ってところには行ってないよ。は？ゴン太、あの装置を頭にかぶったところですぐに寝ちゃったんだ。哦，所以该不会是他另外一个那个凶恶的性格，他那个凶恶的性格入到那个世界去了。哦，しばらくして起きたら。イルマさんが死んでて何が起きたかさっぱり分からなくて、それで困ってたんだよ。みんなが話してることもよく分からないし。そんなでも理解しようと頑張ったんだよ。ゴン太、もういいよ。今ので分かったから。分かったってな。俺と組んでイルマちゃんを殺した事実をお前がすっかり忘れてるってことだよ。明白、你忘记杀掉跟我合伙杀掉小鹿间的这个事情。哇！ちょ、ちょっ
ょっと待ってよ、ゴン太がイルマさんを殺したなんて嘘だよ。嘘だよ。だってどうしてゴン太がそんなことするの。完全に探偵顔だわ。好乱な。なあ、嘘に決まってる。俺は絶対に認めねえからな。搞得我超乱耶。你看现在有这个有这个吉哥，吉哥有可能是犯人，他只是在这个抹黑，然后就是套话。全太也有可能错乱。那刚他说这个故意用这个右手这个当作说这个的，但是我觉得他应该是无心的，所以我觉得 Yumiko 应该是没有问题的。对，所以目前来说最大嫌疑是全太跟吉哥。大体ゴン太がイルマを殺した根拠なんてどこにもねえじゃねえか。但是你要知道，今天 Yumiko。诱使了全太去杀掉入间的话 ，Yumiko 不会是犯人，犯人是这个还是我们的全太？对。殺人計画を立てた俺の証言があるけどね。要52分了，好。可是我现在关卡里面呢，没办法。我现在在关卡里面，算了，没关系啊。それが信じられねえっつってんだ。オーマ君。君の話が本当だとすると、どうして君はそんな計画を立てたんだ。自分は殺人の計画を立てるだけで、実行犯を他の人にやらせるなんてさ。黒って実行犯だけじゃなくて、その計画を立てた人も含まれるの？いいえ、黒になるのは殺人を犯した実行犯のみです。だったら、殺人の計画を立てたところで。メリットなんてないはずです。それに優しいゴン太くんがそんな計画に乗ったのはどうして。待てよ、まだそう決まったわけじゃねえだろ。まあ動機の話なんてどうだっていいじゃん。それより犯人を決めちゃおうよ。没有啊，一直都这样子啊，他一直都说杀人的人才是犯人，所以你制定的计划不代表你就是犯人啊，懂吗？我今天把这个答案给你，哎，对不对？我把答案给你，哎，你要不要那个抄我答案啊？对不对？那你抄我答案，你被老师抓了，那你谁作弊？你作弊啊，对不对？我没有作弊啊，我只是把答案给他、啊，他也可以说，哎，老师有人想让我作弊，对不对？那就变成你作弊啊，你懂吗？一样的意思。どうでもよくなんてないよ。いいよ。このゲームにとって大事なのは犯人は誰だってことだけなんだよ。だから動機の話なんてどうだっていいんだよ。どうせ謎解きの補足でしかないんだからさ。てめえが何と言おうと俺はもうてめえの口車には乗らねえからな。でもゴン太が犯人ってのはもう覆らないと思うよ。ゴン太以外不可能だと。そんなの消去法で考えてみればすぐに分かることなんだよ。というわけで犀原ちゃん、相棒として俺に協力してくれるよね。えよ、え、だってこのまま真実と向き合わなかったらみんなで死ぬしかなくなっちゃうんだよ。そんなの嫌でしょ。嘎，不要这样子说死我，我真的，你会害我一直知道想投全太，你知道吗？但因为他说的是一种，真的是一种争论，你知道吗？就会让人有那种幸福的感觉，尤其你是这种侦探，要用这种中立的立场去思考一件事情的时候。OK、じゃあ始めようか。ふざけんな！これ以上勝手な真似は許さねえぞ！桃田君、今は彼の説明を聞くべきです。まずイルマちゃんを殺した容疑者から外せるのはキーボーとユメノちゃんと春川ちゃんの3人なんだけど、その理由は犀原ちゃんが説明してくれる？俺だと信用ないみたいだからさ。希望梦野同学安村派出的理由是什么呢？因为他们去不了犯案现场。犯行現場に行けないからだろ。教会と館を行き来するのに必要な橋が落ちてて、壁を通り抜けられるのがイルマちゃんだけとなると。教会にいた3人には館に行く手段がないから、この犯行は不可能なんだよ。で、次に容疑者から外せるのは桃田ちゃんなんだけど、その理由もわかるよね。
百田被排除的理由是因为他登出了。桃太くんが先にログアウトしていたからだ。そもそも桃太ちゃんをログアウトさせたのはイルマちゃんだったんだけど、その理由は現実世界で犯行が起きたって俺らに誤認させるためだったよね。はい、对。でも実際の犯行がプログラム世界で起きたと明らかになった以上は、ログアウトしていた桃太ちゃんにもこの犯行は不可能なんだよ。え、是。だってイルマちゃんの死亡時刻は朝6時30分頃、桃太ちゃんがログアウトした後だからね。すっかりオーマの独壇場じゃな。オーマ个人秀。俺とサイハラちゃんとのコンビプレイも乗ってきたし、残った容疑者の話をしようか。俺とゴンタと白金ちゃんとサイハラちゃんの4人、ここから白金ちゃんとサイハラちゃんが消えるんだけど、その理由はなんだっけ。为什么我们可以被排？因为我们互为不在场证明的证人。僕と白金さんはお互いがアリバイの証人になっているからだ。君らはイルマちゃんが教会に激突するあの時、犯人は確実に屋上にいたはずなんだ。だとすると、サイハラちゃんと白金ちゃんは犯人にはなり得ないんだよ。さて、これで容疑者は俺とゴンタの二人に絞られたわけだけど、だったらてめえが犯人だ。期待を裏切るようで申し訳ないけど、俺に犯行が不可能なのはさっきも説。王马不是凶手的理由是因为王马不是因为杀不了入监。イルマさんに触れると行動不能になる以上。オーマ君にイルマさんを考察することはできないよ。そうなると容疑者はたった一人に絞られるんだけど、それって誰だったっけ。他推論的非常有道理、真的非常有道理、超级有道理。ねえ、誰だったっけ。这个就是理性跟感性的吗？你感性觉得说全泰不会杀人，但是理性他的说法，欸，完全没有错，就是这些人都排除掉了，那唯一凶手就是全泰，就理性跟感性的差别，懂吗？秀一，答えるな！答えなくていいぞ！そいつは大間の罠なんだ！好吧，我们票他了，票他了。没得选啊，没得选。ゴンタ君だよ。秀一。そう、ゴンタ以外にこの犯行が可能な人物はいないんだよ。ね、分かったでしょ。これが俺らのたどり着いた真実なんだよ。お前らがずっと欲しがってた嘘偽りないたった一つの真実なんだよ。イルマミユを殺した犯人は。極原ゴンタなんだ。極原だ。そうなの。本当にゴンタがやったの。もう反応が薄いよ。犯人ならもっと取り乱して盛り上げてほしいんだけど。犯行を忘れちゃってるなら仕方ないか。ま、犯人すら覚えてない犯行なんて前代未聞だけど、結果的にその方が良かったよね。だって覚えてたらもっと簡単にバレてたもんね。ゴンタはバカだからさ。待てよ、俺はまだ認めてねえぞ。こんなもん大間の罠に決まってる。俺はまだゴンタを信じるぞ。ゴンタは人を殺すようなやつじゃねえ。桃太くん。桃太ちゃん、何度も言ってるけど、反論するなら感情論じゃなくてちゃんとした根拠を出せっつんだろ。ああ、もちろんあるで。え、白金と秀一は玄関ホールでキーボの声を聞いた後、館の外に飛び出したっつったな。その時
てめえら誰と会った？ゴン太くんだよ。けどさっき大間の野郎が言ってたよな。イルマのアバターが教会の壁にぶつかった時、犯人は屋上にいたはずだって。そっか、ゴン太くんが犯人ならその時は屋上にいないとおかしいんだね。他可以跳下来啊，虽然我觉得以 RPG 的角度来讲是不能跳下来啦。その衝突音の後に急いで館の外に出た可能性もありますが。屋上から館の外に出るには玄関ホールを通らないといけないんだよ。そこには衝突音を聞いて飛び出してきた西原たちがいたんじゃなかったって。だったら屋上から飛び降りたんじゃない？それは無理じゃ。あの屋上はかなりの高さがあったぞ。普段のゴン太なら可能かもしれねえが、アバターの身体能力ではどう考えたって不可能だ。え？照他这样说的，就是说，因为他的虚拟的那个有产生错误嘛，所以他的能力没有分配到平均，所以全体的能力还是跟他平常一样。どうだ？これでわかったろ？お。もしゴン太が犯人だとしたら、あの時あいつが館の外にいたはず。それでゴン太くんが犯人だとは言えなくなるよ。よかったね、ゴン太くん。え、そうなの？は。それは違うんだ。それは違うんだ。ん？あの時ゴン太くんが館の外にいたからって。彼が犯人じゃないってことにはならない。犯人には屋上から館の外に直接降りられる方法があったから。他要说的是卫生纸吗？那我也就服了。我只是刚才猜测说可能分身产不是这个虚拟的这个化身产生的错误，所以身体的数值不是没有受到这种平均值的分化。桃太くんの気持ちはわかるよ。それはみんな一緒だから。でも僕らは真実と向き合わなきゃいけないんだ。我们不得不面对这个真相。どんな残酷な真実だろうと、生きるためにはそれと向き合わなきゃいけないんだ。周一、てめえはどっちの味方だ？え？てめえは俺の助手じゃなかったのか？あれはてめえの嘘だったのかよ。他这招真的很北气，你知道吗？就是太感性了。有时候我觉得太感性的人也不太好相处，你知道吗？有时候还是要理性的思考。桃太くん。だったら俺がそのチンケな推理を打ち破って、てめえの目を覚まさせてやる。来呀来呀来呀。俺は絶対に認めねえからな。てめえはゴン太の何を見てきたんだ。ゴン太は人を殺すようなやつじゃねえ。てめえだって分かってんだろ。ああ！ゴン太を信じようとは思わねえのかよ。オーマの言うことを信じるのかよ。てめえは俺の助手じゃなかったのか。目を覚ませよ、周一。ゴン太を信じようとは思わねえのかよ。オーマの言うことを信じるのかよ。じゃなかったのか。目を覚ませよ、周一。ゴン太を信じようとは思わねえのかよ。ああ、てめえが信じたいのは誰かって聞いてんだ。オーマが俺たちにしてきたことを思い出せ。ゴン太がみんなを守ろうとしてきたことも。ゴン太が犯人なわけねえだろうが。それでもゴン太が犯人だって言いてえのか。真実って言ってるけどよ、ゴン太が犯人じゃねえって理由もあるんだ。てめえが信じたいのは誰かって聞いてんだ。オーマが俺たちにしてきたことを思い出せ。ゴン太がみんなを守ろうとしてきたことも。ゴン太が犯人なわけねえだろうが。それでもゴン太が犯人だって言いてるのか。真実って言ってるけどよ、ゴン太が犯人じゃねえって理由。
屋上から館の外に直接降りる方法なんてね。卫生纸厕所同掉在本馆门，掉在本馆門。哎、欸，啊，干干，我犹豫。屋上から館の外に直接降りる方法なんてね。てめえが信じたいのは誰だって聞いてんだ。もう俺たちにしてきたことを思い出せ。屋上から館の外に直接降りる方法なんてね。不对啊，为什么？为什么？哎，干，等一下，不对啊。哦，厕所卷筒卫生纸啊，咖啡。啊干！啊！哦哦，卫生纸筒卷咖啡。哦哟！操你妈的！操你妈！啊，操你妈！嘿嘿嘿！这。在在在！こんなところで。哎、欸，为什么？我就是一样的、啊，我就是一样的、啊、干。俺は絶対に認めねえからな。てめえはゴンタの何を見てきたんだ。ゴンタは人を殺すようなやつじゃねえ。てめえだって分かってんだろ。俺は絶対に認めねえからな。てめえはゴンタの何を見てきたんだ。ああ。ゴンタを信じようとは思わねえのかよ。トーマの言うことを信じるのかよ。てめえは俺の助手じゃなかったのか。目を覚ませよ、シュイチ。ゴンタを信じようとは思わねえのかよ。トーマの言うことを信じるのかよ。てめえは俺の助手じゃなかったのか。目を覚ませよ、シュイチ。ああ、てめえが信じたいのは誰かって聞いてんだ。トーマが俺たちにしてきたことを思い出せ。ゴンタがみんなを守ろうとしてきたことも。ゴンタが犯人なわけねえだろうが。それでもゴンタが犯人だって言いてんのか。真実って言ってるけどよ、ゴンタが犯人じゃねえって理由もあるんだ。てめえが信じたいのは誰かって聞いてんだ。トーマが俺たちにしてきたことを思い出せ。ゴンタがみんなを守ろうとしてきたことも。ゴンタが犯人なわけねえだろうが。それでもゴンタが犯人だって言いてんのか。ああ、屋上から館の外に直接降りる方法なんてねえ。あ、错了！我手滑了，干你老师的嘞！てめえが信じたいのは誰かって聞いてんだ。トーマが俺たちに言ってきたことを思い出した。いやいや。掉在屋根の外に直接降りる方法なんてね。厕所卷筒卫生纸。これで終わりだ。ちくしょう。屋上から館の外に直接降りる方法は、館の外に落ちていたトイレットペーパーだよ。あ、トイレペタボ、あ、トイレペタと。あ、我开始选什么？我开始选这个卷筒卫生，厕所卷。我开始选，我开始到底选什么东西啊？啊，算了算了算了。犯人はあれを使って屋上から館の外側に降りてきたんだ。あの。トイレットペーパー、トイレペーパー、凶器のトイレットペーパー。ここでもトイレのペーパー、犯人はあれをロープ代わりに使ったんだ。衛生紙厕所筒卷。衛生紙厕所筒卷、我觉得没有毛病啊。衛生紙的厕所的筒卷啊，懂吗？衛生紙在厕所用的一个筒卷，懂吗？我觉得没有问题啊。だからこそあのトイレットペーパーは。犯行現場の屋上でも、イルマさんが倒れていた教会の横でもなく、館の外なんかに落ち、待てよ。トイレットペーパーをロープ代わりにして屋上から降りてきたってこと、トイレットペーパーを屋上のどこかに結んだってことか。俺は屋上を調べ、桃太ちゃんしぶといね。
当たり前だ。俺は最後までゴンタを信じるぜ。いや、トイレットペーパーをむ…我知道我知道，绑在门把上。哦，我知道我知道，一定是绑在仓库的门把上。違ったか？違ったか？为什么不是啊？为什么？我知道，我知道，一定是绑在地上。哈哈哈哈哈！这到底绑在哪里？到底绑在哪里？到底绑在哪里？我在这里。ここだ。好了好了，不闹了不闹了。屋上にあった望遠鏡の支柱だよ。あそこならトイレットペーパーを結べるよね。到底绑在哪里？他自问自答，你知道吗？到底绑在哪里？ただトイレットペーパーは結んだわけじゃなくて。その支柱に引っ掛けて折り返して犯人は2枚重ねたトイレそうすればうん正解だよ実はそれも俺が考えた方法だからねそうなのゴンタにちゃんと言ったんだけどなトイレットペーパーはトイレに戻しておけってその道中で誰かと出くわしたせいで慌てて近くに放り投げちゃったのかな桃太ちゃんも打ち止めみたいだしこれでもう決定かなどうやらそうみたいですねそうみたいですねそんなのってじゃあ本当なんだね本当にゴンタがイルマサを殺しちゃったんだね計画を考えたのは俺だけどねま、とりあえずさっさと認めちゃいなよ覚えてないけど自分がやりましたってさでもなんでゴンタはそんなひどいことをだからさ泣く前にさっさと自分の犯行をやめろやめろ別说了不要再落井下石了他已经真的你知道他这就是一个死不瞑目，你知道吗？完全不知道发生什么事情，然后就被判为凶手，超可怜。お前なんかにやらせない。ゴンタ君に自分の罪を認めてもらうのは僕がやる。僕はやる。ゴンタ君、僕がもう一度事件を振り返って、来来来来全てを説明していくから。经典场景重现。だから、それで君が納得できたら、もう。終わりにさせてくれ。他好无辜哦，我觉得他真的是史上最无辜的犯人。分かったよ。可怜。
事件の真実だ。事件の始まりは。好，那这边我就跳过啦啊，这边就跳过啦。总而言之，这次的事件其实就很单纯，就对了啊。反正就是全台被骗了，对不对啊？剩下就随便了，反正就是有人插错线了啊。プログラム世界にロ。他插反了没有？红蓝跟蓝红，他插反了，所以导致他记忆丧失了。之后呢，进到这个世界之后呢，他发路肩确定他都走了之后，拿出这个毒药，放在这个旁边，要栽赃给别人。然后他跟大家说，这个地图是这个全世界是这样子，对。然后呢，我们的王马跟那个全泰开始进行这个合作关系，对。然后那个这个入间开始分配这个职务，把所有人支开之后呢，一个人说要搜查外面的世界，然后借由这个他是先把桥弄断嘛，对。弄断之后呢，他借由他这个身体是物体的形状呢，穿梭到这个 X 轴的这个循环世界里。到对面去，对，然后到屋顶之后呢，他跟那个王马会合了嘛，对，跟王马会合之后呢，王马也叫了全泰在后面，就是因为他知道他要杀他嘛，所以他叫全泰在后面即将杀这个路肩，对，拿出了电话，然后把那个最远，不是最远啊，把我们的坂田叫走，坂田直接被叫走，对。然后上顶楼之后，他把门反锁嘛，对不对？然后即将拿铁锤要干掉他的时候呢，后面把他勒住。啊！直接勒死。之后呢，他找这个仓库的这个滑板鞋，不是滑板鞋啦，那个撑高架，对，是这个，然后把它滑过去，咻！穿过去，然后撞墙壁，嘣，很大声。然后呢，他借由这个卫生纸卷逃跑，结果呢，听到声音的那个两个人看到了，然后赶紧丢出手边的卫生纸卷。如果是我就会往楼上丢，你知道吗？他就是形式不够缜密啊。好了，大概是这样子。全泰不知道自己跟子哥合作。これが僕らがたどり着いた真実だよ。ごめん。やっぱりよくわからないや。ゴンタはバカだからさ。でもみんながそう言うならきっとそうなんだろうね。ゴンタはみんなを信じるよ。ゴンタ君。でも。なんでだろう。イルマさんを殺して、それを全部忘れて、自分は悪くないと思い込んで、しかもそれを誰かのせいにしようとして、みんなを苦しませていたなんて。なんでコントはそんなひどいことをしたんだよ。他死得好冤枉哦，我觉得。いいえ、コンタ君のせいではありません。这不是你的错，这是小高的错，干你小高。大間くんのせいだよ。あの人がゴン太くんを騙したせいだよ。騙したわけじゃないんだけどな。まあその話の前に投票タイムだね。先に学級裁判を終わらせないと。そうだ。本当に合っているのか。実は
ウォーマに騙されているということはないのか？大丈夫だよ。むしろそれが悔しいけどさ。あれ？もう終わりでいいの？なんだかパッとしない結末だね。こんなに爽快感のない投票タイムは初めてだけど。这么不爽快的投票时间。まあ、何度も殺し合いをやってれば、たまにはこういうこともあるか。でも、そろそろやめにしないとね。殺し合いなんて、お腹の子に悪影響だもん。はぁ、モノタロウったら。要堕胎了、要堕胎了。パパの顔になってきたわね。堕胎や、堕胎だ。うん、生まれてくる子のためにも、これからはオイラがしっかりしないといけない。では、気を取り直して始めましょう。白と黒の運命を分ける、ワクワクでドキドキな投票タイム。好，那投谁呢？好吧，我们投我们的鸡哥，不，你了，投给你，你才是犯人。不，其实是我是犯人，因为我不应该去相信吉哥，我投我自己好了。我觉得我要投给自己，不然我觉得说不过去，我这样心里会难受，我今晚会睡不好。好。さて、投票が終わったようなので、早速結果発表に行きましょうか。根本随便投嘛，我觉得没差。你知道为什么吉哥有一票吗？吉哥一票应该是百田投给他的，应该是百田投给他的。投票の結果。百田投吉哥啊，我投自己啊，我觉得这个投错投对应该没差吧，还是投对会有额外的加成，我就随便了。我刚才查了一下，这个地方有一个里路线，这次有22次的那个22次的这个可是三角干是这样，我太烂是不是？这边有一个里路线，你们看到底下面一跟二还有一个里路线是这个。这个里路线是怎样呢？就是说，就是你要否认说你没有看到那个当城桥的那个看板，你要用那个伪证，就是说我们大家都没看到这个桥的看板，对。那在这个七这个地方有一个伪证啊，这个之后如果要回收奖杯再来吧，我觉得没差了。好，就这样子吧。大正解です。喜びの声を。喜びの声を。クソ。うわ。ははWhy? っていうかさ、ほら、那是骗你的。なんだ、なんじゃ、あのさ、そっか、やめてください。よし、だってさ、ですが。おっぽっぽ。記憶が引き継がれなかったってこと。前回ログイン時のゴン太くんの意識データを復旧し、残ってる記憶データと組み合わせる。ほーら、ゴン太アルターエゴの完成です。全体アルターエゴ。アルターエゴ、要はプログラム空間のもうこっちのゴン太くんから。え、何これ、どうなってるの？
他王马可以说，如果你不帮助我的话，我就会被那个鹿奸杀掉。那这样的话，基于这种保护人的形式的话，那个全太就会保护王马。どういうことじゃ？あのね。というわけで。お願いだよ。なんで？そっか。ゴンタは。わからないよ。違う。それは。ゴンタは。だけど。ゴンタは。あらららら。待ってください。ねえねえ。つまり。看见外面世界的权利。但王马同学借此看见外面世界，却不打算用来自相残杀。然后一开始，王马同学体验重新利用动机。那么那个世界里的外面世界的秘密就是回忆灯吗？分かったでしょ。待て。理解不能です。あれ？いいか。こら！ぶっちゃけ。残念。ふざけやがって。保镖哦，原来是这意思哦，哇，原来保镖是这意思哦，哦。まあね。ゴンタは。こんなのないよ。それはね、全軍部。なんじゃと？そんな。違う。这间学院是地狱吗？嘿。离开这里也是地狱的话。こんなのないよ。だけど。そうだよ。おお。いいか。独自活在地狱よ。ちょっと待て。ねえ。ちょっと。ねえ。お願いだ。ごめん。どうして？陷入绝望。哇，小刀。でも、
あ、对不起对不起。墙壁出来的那个画面被全太给看到了，所以提供给王马，王马就想出这个点子，哇！あのさ，所以还是不知道外面世界秘密是三小啊。ごめん。ふざけやがって。悔しいよ。ごめん。ゴンタはバカ。这个叫体罚的事件，体罚喽！你我一起罚，你屁呀、啊！你在说谎。嗯，分かってるよ。だけど，哎，啊，ピクン，え。要生了，妈妈。スペシャルなお仕置きを用意させていただきました。ゴンタ！干他妈好会演呐、啊！嗯。悔しいよ。お仕置きタイム。みんな、ごめんね。全太。ゴンタはバカだ。但全太他死得好冤枉哦，真的。但是这理由可以说服我。死了，我操，火刑，哇，四张惯例，壮汉杀跟机械杀。不不，都换抓器哦。ガビーン。换抓器哦。まったく。いやいやいや。そんな。ちょっと。はい。うわ！
ちょっと。なんなの？おぶや。え？俺はやった。いやだよバーカ。わか。おまく？あんな嘘泣きなんかを本気で信じちゃったの？バカだな。俺がゴンタなんかのために泣くわけないだろ。な、何？だってさ。あ？おい。あのさ。え？つまり。おい、ミシシ、あんなバカなことなんかするかよ。俺は純粋に心の底からこの疑心暗鬼のゲームを楽しみたいだけなんだ。他真是小高的化身你知道吗？他整个就是小高的化身。ほら、俺って悪の相当だからさ、性格がひん曲がってるんだよね。お前らが苦しめば苦しむほど俺にとっては面白くて仕方ないんだよ。純粋に人が苦しむのが嬉しいんだ。この世にはそういうやつもいるんだよ。理由もなく悪意を撒き散らす俺みたいなやつもいるんだよ。全部だったらバカだな。クソ野郎、殺されたいの？ニシシ。ふざけんな。あ、ごめん、よけるつもりがついカウンターで入っちゃったね。他也是打架天才。我靠，太全能了吧。モモタ君。てめえ。ところで桃田ちゃん、これって俺なんだか前よりパンチのスピードが落ちてない？もしかして桃田ちゃんも俺らに何か隠してるんじゃない？哇，他连吉，他连百田的那个他有病的那个喉咙那边都知道哎。桃田，ちょっと。クソ野郎。哇，这什么魔女化身啊，太帅了吧。存一张图起来。もっと楽しもうよ。春川さん。ニシシ。ねえ。大丈夫ですか？すまん。あれ？違う。ん？いや。你只是那种水准的人。又是伙伴啊，什么又是相信啊什么的。啊。看到，哦，这种反派我好喜欢哦。他比黑白熊还有魅力，你知道吗？欸，吉哥是不是历代我觉得人设最吸引人的就是他欸。我觉得他比那个早期那个雾妾就是那个老婆我觉得还要吸引人，真的。桃田君。就是这种反派。有智商的反派。え？ちょっと。な、何？よいか？死了。桃田。血が。なんで、どうしたの？内伤了。バカ野郎。これ式のことで。騒いでんじゃねえよ。別に。なんともねえんだよ。ちょっと。風が悪化しただけだ。風が悪化して吐血なんて。そんな症状は聞いたことありませんよ。ロモはそんなことも知らねえのか。いいから騒いでんじゃねえって言ってんだろ。咳のしすぎで喉を切っちゃっただけだ。心配いらねえよ。
桃太くん。うるせえ。え？我才不想要队员帮忙，生七七耶！完了完了完了。あのさ。完了完了，春川的老公要死掉了，他现在心里非常的慌。为什么？为什么会变成这样子呢？没有啦，我他妈来不及哦，不管他了，没办法抽啊，没办法抽啊。我还在那场战斗中啊，那场战斗中打十分钟啊，要不然我现在来打一下好了，看可不可以打五十分打完。干吉哥好帅哦。そろそろ、かもね。そろそろ、か。うん、もうそろそろいいよね。こんなもんで十分だろ。だったら終わりにしようか。お、さあ時間だ。殺し合いを終わらせる時間だよ。おお、好帅哦！这个世界是猛犸小吉的。操作哇！这个世界是王马小吉的，虽然我有猜到这个东西啦。这个世界是王马小吉的，哇，好精彩哦！不错不错，虽然我有猜到，原本是这个世界是马英九的，我觉得也可以啊。这个世界是马英九的，好，就到这边了，到这，现在12:43啊，好，关，嗨。赞！呼，好，那就各位晚安啦。这个来不及抽了，就来不及抽算了啊。明天会玩吗？应该会。如果明天没有意外，就会开台，一样会开台。赶快冲一冲，因为我真的没有时间了。对，那先这样子啦。那我们明天晚上再见，拜拜。